んでここにいるんですか。逃げてくださいって言ったのに、どうして。本当にしょうがない子だな君は。僕が君を置いて逃げ出せるわけないじゃないか。僕を守りたいだって。ならその言葉そっくり君に返してあげるよ。それに約束してくれただろ。お願いだから僕を一人にしないでおくれ。でもこのままじゃ二人とも。諦めるのは早いぜベル君。失礼します。神様、すまないベル君。僕はこんな状況なのに心から幸せを感じてしまっている。何言ってるんですか神様。あいつは神様を追ってます。見つかるのも時間の問題です。だったら考えを変えよう。ベル君、君があのモンスターを倒すんだ。ここでステータスを更新する。君の力をあのモンスターにぶつけてやれ。無理です。少しくらい強くなったところで僕の攻撃じゃあのモンスターに致命傷を与えられません。それに僕じゃあいつを。ベル君、いつから君はそんな卑屈なやつになったんだい。僕は君のこと信じてるぜ。だってそうだろ。バレン何がしとかいう化け物みたいな女を目標にしている冒険者ベルクラネルなら、あんなモンスターちょちょいのちょいさ。神様、やっと渡せるよ。これは君の、いや僕らの武器だ。名付けてヘスティアナイフ。僕が君を勝たせてやる。勝たせてみせる。信じてくれないか。しないようにしなきゃ。
ここから消え失せる。当然ね。こちらでは様々な依頼を用意しています。自分の力量に合った、もっと強くならなきゃ。行こう。やりました、神様。ありがとうございます、神様。それは僕のセリフだ、ベル君。やったすごい騒ぎになっちゃいましたね。あ、そうだね。神様、ベル君、本当によく頑張ったね。ヘスティアには悪いことをしたかしら。また遊びましょう、ベル。いかがです、女神様のご様子は。疲れが出て眠っているだけみたいです。お騒がせしました。ベッドまで貸してもらっちゃって。困った時はお互い様です。宮お母さんにも許可は取ってますので、ゆっくりしていってください。それに元はといえば、私がお財布を忘れたせいでベルさんを騒動に巻き込んでしまったんですよね。ごめんなさい。いえ、シルさんのせいじゃ。そうそう、町の皆さんが言ってましたよ。モンスターと戦ってるベルさんは勇敢だったって。いや、そんな、逃げ回ってただけですし。そんなことありません。実は私も少しお見かけして。
見惚れちゃいました。お店の手伝いしてきます。また後で、ベルさん。からかわれたのかな。ベル君、ベル君。神様。びっくりしましたよ。いきなり倒れちゃったから。いや、さすがに疲れが出たらしいね。ごめんね、心配かけて。シルさんたちに聞いたんですが、あのシルバーバック以外のモンスターも全部倒されたそうです。アイズ・バレンシュタインさんも活躍したそうですよ。へえ、そうかい。ところで神様、このナイフどうしたんですか？サヤにヘファイストスって、あのヘファイストスさ、正真正銘のね。知ってたよ、君がヘファイストスの店の窓にいつも顔を貼り付けていたのは。君の欲しがっていたものとは違うかもしれないけど、でもこれ世界に一つしかないんだ。すごいだろ。僕、見ているだけは嫌だったんだ。養われるだけじゃ、助けられてばっかりじゃ嫌だったんだよ。でもお金は、ヘファイストスファミリアの武器はすごく高くて。話はつけてきた。え、強くなりたいんだろ。言ったじゃないか、手を貸すって。これくらいのおせっかいはさせてくれよ。誰よりも何よりも僕は君の力になりたいんだよ。だって僕は君のことが好きだから。神様、神様。いつだって頼ってくれよ。僕は君の神様なんだから。俺がガネーシャだ。